EDC の調査手法について、医薬品医療機器総合機構信頼性保証部よりご説明させていただきます。本日はこちらに記載した5項目についてご説明いたします。1点目は、EDC を用いた試験等に対する調査の概略です。先ほどの説明でもありました通り、EDC を用いてデータを収集している場合のデータの流れは、ピンク色で囲った部分に該当し、複数のデータ収集経路があります。直接連携または間接連携については、令和2年8月31日に発出された GCP ガイダンスの第47条第1項の解説において明確化されており、皆様の期待が高まっている箇所と考えています。治験や使用成績調査等において、新しい仕組みを用いてデータ収集するのは当たり前の時代になっています。それらの信頼性確保の方法、調査手法を考えることが重要になります。信頼性保証部では、新たな仕組みに対しては信頼性確保の考え方を検討し、信頼性確保に関する通知の発出を行い、事例を蓄積して調査手法の検討、リスクの整理を行っています。このようなサイクルで調査手法を確立し、その後もリスクの見直しを行い、調査手法の再検討を行っております。EDC に対する調査については、新しい通知を踏まえて、リスクに基づく調査を実施しているところです。次に、信頼性に関する通知についてご説明します。EDC を用いてデータを収集する場合の信頼性に関する考え方については、ERES 指針にまとめられています。ERES 指針の内容は、こちらに示す通りです。システムの管理及びそのシステムの運用方法の両者で信頼性を確保することが重要であるとされています。この通知については、発出後15年以上経過しておりますので、具体的な説明は割愛します。次に、EDC 管理シート及び調査手法の概略をご説明します。平成25年に EDC 管理シートを用いた調査手法を本格的に開始いたしました。今では多数の使用実績があります。調査時に確認する内容としては、このスライドにお示ししている通りですが、大きく2つの信頼性を確認しています。1つ目は、データの収集基盤に関する信頼性です。2つ目は、試験等の計画書の作成、データ収集、収集されたデータから解析結果、報告書作成までの信頼性です。上段については、EDC 管理シートを用いて実施状況を確認しています。調査員は、適合性調査の調査用資料として、EDC 管理シートの提出を依頼し、適合性調査では、提出された EDC 管理シート等の内容を参考に、必要な根拠資料の提示を依頼します。調査対象者からは、提出すべき資料が明確とご意見をいただいており、調査員と調査対象者のコミュニケーションが取りやすい状況になっています。EDC 管理シートについては、機構ウェブサイトに掲載されたものを活用しています。利用者は選定時に管理シートを記入し、申請時に調査用資料として提出します。EDC 管理シートは3つのシートから構成されています。こちらは運用手順シートの構成です。またこちらは使用実績シートの構成です。2つとも使用実績が多数の状況ですので、詳細は割愛させていただきます。次に、リスクに基づく調査手法の見直しについて説明させていただきます。EDC を用いたデータ収集については、実績が多数のため、重視すべきリスクが明確化され、調査手法を見直し、昨年度通知を発出しました。通知発出までの経緯の詳細はこちらに示しておりますが、割愛させていただきます。適合性調査等で明確化された EDC を用いた試験等におけるリスクはこちらに示す通りです。大きく分けて、EDC システムの使用に関する問題、EDC システムのアクセスに関する問題、システム障害等に関する問題の3つに分類されます。赤字部分はリスクが高い問題です。特に
EDC アカウントの不適切な管理はデータの信頼性に疑義が生じ、適合性調査の対応に時間を要するだけでなく、新しい仕組みを用いたシステムの検討・導入の障壁になる恐れがあります。 EDC を利用する方々への周知徹底をお願いします。昨年度発出された適合性調査における EDC 管理状況の確認方法についての通知の内容について説明させていただきます。適用の範囲として2つ示されており、治験等のデータが治験依頼者等の提供する EDC システムにより収集されている場合、および治験等のデータが医療機関等から治験依頼者等に電磁的に提供されている場合です。なお、治験等のデータ収集に際し医療機関が管理するシステムが利用されている場合も含みますのでご注意ください。丸2の治験等のデータが医療機関等から治験依頼者等に電磁的に提供されている場合について、具体的にはこちらにお示しした事例が想定されます。電子カルテシステムから EDC にデータを直接転送するシステム、医療機関から依頼者または委託された中央判定機関への ECG データ転送、画像データ転送、ウェアラブルデバイスにより収集されたデータ、 ePro、電子患者日誌、DDC、ダイレクトデータキャプチャー等です。このように用いられるシステムが多様化しているため、迷う場合は個別に信頼性保証部に相談してください。調査前に提出いただきたい資料とそのポイントについてご説明させていただきます。EDC 管理シートをご提出いただく際は、こちらに記載した点に留意してください。当該試験名等の名称、使用したすべての電磁的記録、利用システムの名称およびバージョンを記載してください。医師主導治験の場合は自ら治験を実施する者が提出する必要があります。インシデント関連資料をご提出いただく際は、試験の結果に影響を与えるインシデントについてこちらに示す資料を提示してください。 EDC 管理シートの試験等の実施中に発生したシステムの不具合及び運用手順の不遵守（重大なもの）の欄に記載されているインシデントの対応記録、医療機関に交付した EDC アカウントに関するインシデント関連資料とその対応記録、厚生労働省や PMDA に連絡したインシデントがある場合にはその対応記録などです。ユーザーアカウント ID 発行関連資料として、企業側担当者が直接医療機関担当者にアカウントを手渡ししている場合に限り、こちらに示す資料を提示してください。EDC 管理シートのユーザーの申請から ID パスワードの交付、ユーザーの確認、登録したユーザーの削除のための手順書欄に記載される書類、治験依頼者等の担当者が医療機関側担当者のアカウントを利用したことがある企業においてはその対応記録、教育訓練の実施記録を含むなどです。盲検性の維持を確認するための資料として、盲検性を維持すべき情報の名称、アカウント発行管理を含めた対応記録をご提出ください。調査前に対応いただきたいこととして、調査対象資料における評価等への影響が大きいシステムの不具合、不適切なユーザー管理、盲検性維持に対する問題等が発生している場合には、こちらに示すようなことに留意いただき、適合性調査実施前に機構調査担当者に連絡してください。影響が大きいシステムの不具合としては、複数の医療機関に影響を及ぼした事案などの重大なものを想定しており、具体的にはデータ欠落しリカバリーを実施したような場合、リカバリーできない場合などが考えられます。特に監査証跡機能、治験責任医師によるデータの保証、盲検性の確保、システムの不具合及び運用の手順の不遵守について確認します。ご連絡いただくタイミングとしては、審査予定時前面談、調査用資料提出時、担当者決定時を想定しています。機構担当者は EDC 管理シート
関連資料、これまでの調査で議論された内容などを踏まえ、こちらに示す1から5のいずれに該当するかを適合性調査の前日までにお伝えします。現在はリモート調査が行われているため、必要な資料がある場合などは事前質問でご連絡しています。1、調査対象となるシステムについて EDC 管理シートを初めて作成する場合については、懸念事項、把握できない内容及び数医療機関におけるユーザーに対する教育手順、アカウント発行手順、電子署名の手順などを全般的に確認します。なお、EDC 管理シートが提出されていない場合も同様です。また、UAT 記録については、調査対象試験においてデータ欠落などの不具合が生じた場合など、必要な場合のみ確認することに変更しております。2、EDC 管理シートに記載された内容が把握できない場合。3、業務委託を含む実施体制、システムの使用、運用手順等が大きく変更された場合。4、懸念事項または不具合、運用手順の不遵守のうち重大なものが認められた場合については、内容が把握できない点、変更点及び懸念事項に係る根拠資料を中心に確認します。5、運用手順等の変更や懸念事項が認められない場合については、調査実施中に懸念事項が認められた場合を除き、調査当日に確認する事項はありません。最後に、事前質問及び今後の対応方針についてご説明させていただきます。事前質問への回答については、本スライドの中に含めさせていただきました。回答されていない場合は、今後説明会などで説明してまいりますので、よろしくお願いいたします。今後の方針ですが、EDC 管理シートをこちらに示す内容で警備改定します。機構ホームページに改定版及び変更箇所がわかるような資料を掲載します。遅くても12月末までに使用するシートを切り替えるか、既存のシートの様式の加工修正をお願いします。多様化するデータ収集経路の調査に対応できるよう、信頼性保証部一丸となって取り組んでまいります。より効率的な調査方法の確立を目指してまいりますので、引き続き関係者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。